ありがとうございます。そしてこのお話を聞かれた皆さんが、この袴田事件について、そして取り調べ全体の話、可視化の話について、少しでも興味を持っていただく、その大きな大きなきっかけになればいいなと私自身願っております。そして国会にますと、川島浴場の市民の会ということで、市民レベルで可視化の必要性を高めていこう、それと連動する形で、やはり国会でも実際にその法律を通していく、動かしていくのは議員ということで、国会においてまで議員連盟というものが立ち上がりました。これ冒頭に畑中弁護士からもご説明ありましたように、民主党は取り調べの可視化すべきだという法案を通している。でもまだ衆議院で過半数取ってない、政権交代前でしたので、それがいつも廃案になってきた。そしてマニフェストに書いて政権交代をして、じゃあもうやるだけだろう、そういった状況にもかかわらず実現しなかったという状況があります。それはなぜかというと、やはり政権に入る、政権を取ってみると、いざやる立場になるとなかなか問題性が出てくるという、そしてそれがいわゆる物権益だったり、いろいろという事情という考慮しすぎられております。でもやはりこれは人権に関わることであり、民主党として必ず進めなければいけない。しかもこれは与野党問わず、挙党体制じゃない、党派を超えて進めなければいけないということで、議連の中で高まっているところであります。で、議連の中で皆さん、捜査について今高まりの意識の高まりが行われている。そして前田さんに関して、そして副部長、部長の件で、検察官が今になっており、私たちの取調べは可視化に反応しいということは、今までの取り調べを子どもと可視化に当たらなければおかしいと言われる。そして私、副部長とか部長とかが、前田さんがその改ざんしてた事実を知っていたということは、裁判で権が作り上げることは権利だと、全体がもう裁判になっているのを作る、そういう私たち一つ全方はストーリーを作ってくるのが当たり前なんだよと、そういったことを明らかにしている最も明らかな証左だと、だからこそ取り調べは必要だと、市民の国民性が高まってきている、今やりたいとしてどうするんだという機運が高まっております。そして議員全員で党派も超えて署名を集めて法務大臣に持っていった段階ではあるんですけど、それでもまだ重い腰を動かしてくれない。そういった意味で理想としては閣法、それが内閣が出さ、もう議員立法という形で次の通常国会、1月から始まる通常国会においてやろうという話になっております。もうこれは必ず民主党の責任として、政権与党の責任としてやっていくと段階でございます。あとは少しちょっと取り調べの可視化と取り調べの問題に根拠して全体的に警察の在り方、検察の在り方について問い直すべきじゃないかという話が、議連の中でも、そして部門会議というところでも今議論になっておりまして、一つが判検交流の廃止ですけど、今判事、検察判事で交流してるんで、それはもう普通見たら夜一緒に酒を飲むっていうだけの交流、それを超えて職場のその配置転換の問題として、裁判官やってた人が検察を やる時期があったり、検察の方が裁判官になる、そういった時期がこのそれ率 99% の温床になっているということが指摘されてきました。もう仲良くなっていて、あの人が起訴をしてきたなら、あの時机を並べて一緒に仕事してた、じゃあ有罪でしょうって話にやはりなってしまうんですよね。なんで裁判官と検察官どちらが正しいかって入れない状況になっている、狭い閉じられた世界で裁判官と検察官がもう仲良しになっている、その状況をもう変えるべきではないかという議論が高まって、これも動き始めつつあります。もう一つその中で党派論が分かれていた、今特捜ということで、検察官は普通は起訴するだけ、あとは起訴された後に裁判で弁護士と戦う裁判をやるのが検察の仕事、いろいろな捜査をする、その火事が、時間が、放火が、調べるのがあった、自殺としてやるんですが、政治家の汚職とか、そういった大きな事件に関しては、検察というが特捜という特別な組織で、取り調べまでやろうということが、特捜の制度趣旨で、でもこういった問題なんじゃちょっとということで、でもそれは廃止したことを知るのが必要であって、それを警察に任せたらより闇に、より見えないところでいろんなことが行われる。だとしたら選ばれた検察官、大臣の方々がやっぱりとして検証を重ね、制度をクリーンにした状態でやっぱり特捜が残すべきなんじゃないかという意見が今拮抗していて、
結論としては後者になりつつあるかなと。鈴木宗男さんは特捜やめた方がいいって言ってましたが、あの佐藤さんは別れめた方がいい、そしてやっていたのは今回の検察の件を第三者をやっぱり判断しなければいけない、最高裁と言われるその上司に当たる人が本当に悪いことしてなかったか今調べている状況なので、そうじゃなくて全く違った市民の目線を、まあ、専門家の柳田保護士だったりが機関を設立するということが表明されましたので、これに関して私たち議連も部会も求めていたことが実現して、検察のあり方が徐々に問い直されてきている段階かと思います。少々長くなってしまいましたが、まずは取り調べの可視化をしっかりと時期通常見直すと、実現する見直し、その後判決、それは続いて三者一般して国民市民の目線が必要、そういった意味でこういったストップ冤罪市民の会の大きな役割があるかなと思っております。以上ご報告させていただきます。